皆さんこんにちは。惑星アラキスにいるようなサンドワームは地球上にも存在するのでしょうか。そして地球に存在するワームにはどのようなものがいるのでしょうか。郊外ビルは陸生プラナリアの一分類群で、名前にヒルがついていますが、関係動物のヒルとは異なる陸生肉食動物です。全長は平均40センチメートルほどです。郊外ビルは恐ろしいワームです。ここにお腹を空かせて獲物を探している郊外ビルがいます。最も頻繁に食べるのはミミズですが、カタツムリやムカデに遭遇することがあれば、こちらも喜んでむさぼり食います。獲物を見つけると追跡し、蛇のように相手に絡みつき、粘り気のある分泌液をすり込みます。この粘液は普段は捕食者から身を守る役割も果たしていて、少量の神経を麻痺させる毒テトロドトキシンを含んでいます。これは皮膚に塗りつけられるとすぐに血流に入っていきます。ちなみに見た目もなかなかユニークで、ハンマーのような形の頭を持つため、英語ではハンマーヘッドワームと呼ばれています。体の前方にあるこの部分が頭部とされていますが、ここには目も口もありません。ちなみに脳はどこにもなく、あるのは小さな神経節のみです。口は体の中央部にありますが、これは郊外ビルの体にある唯一の開口部であり、口だけでなく肛門の機能も兼ね備えています。郊外ビルは何週間も食べずに生きることができます。獲物がいなければ自分自身の組織をかじって満足します。郊外ビルは雌雄同体で、全てのオスとメスの両方の機能を持っています。しかし分泌物を介することで別の個体と交尾することも可能です。体内で生まれた受精卵は卵として放出されます。およそ3週間後、卵は孵化し幼体が誕生します。種にもよりますが、幼体の体の色は大人の色とは異なることが多いです。とはいえ、実際のところ郊外ビルは有性生殖をすることよりも無性生殖で増えることの方がはるかに多いと言われています。他のプラナリアと同様に、郊外ビルも基本的に不死身に近い生き物です。最もメジャーな繁殖方法は、尾の先端を歯などにこすりつけて切り離して放置します。一匹を細かくいくつもの破片に切った場合には、その大きさにもよりますが、基本的にそれぞれの破片が何週間かのうちに立派な成虫の形に再生します。郊外ビルは熱帯および亜熱帯地域を好み、東南アジアに広く生息しています。最も生息数が多いとされるのはベトナムとカンボジアです。かつてこの地を訪れた西洋人は、目新しい熱帯植物とともに郊外ビルもヨーロッパに持ち帰ってしまいました。郊外ビルの体は長く60センチメートルに達するものもいますが、ほとんどの場合は30センチメートル程度です。アメリカやヨーロッパにもたらされた郊外ビルが現地の植物に悪影響を与えるのではないかと、多くの研究者たちが心配した時期がありました。しかしこのことは否定されましたが、それと同時に別の問題があることが明らかになりました。郊外ビルはミミズを激減させてしまうのです。ミミズは土壌を柔らかく豊かにしてくれるので、とても重要な存在です。現在では多くの国で郊外ビルは危険な外来種と分類されています。郊外ビルの駆除にはナメクジ駆除法のいくつかが成果を上げていますが、まだ撲滅には至っていません。こちらもまた他の星からやってきたような不思議生物、オニイソメです。こちらのワームはさらに大きく、3メートルもの大きさに成長することもあります。体は七色に美しくきらめき、そこにエイリアンのような顔がついています。オニイソメは暖かい熱帯の海に住んでいて、主に
魚や甲殻類を飼って食べますが、しばしば自分の倍ほども大きい獲物を捕まえることもあります。このアームは頭部数センチメートルだけを出して海底に体をうずめて潜み、ちょうど良い獲物が通りかかるのを待ちます。攻撃範囲にぼんやりとした魚が入ってくるとすぐに映画トレマーズのようなことが起こります。モンスターは恐ろしく強力な顎で獲物に噛みつき、海底の砂の中に引きずり込みます。2009年、イングランドの水族館がオニイソメの幼生が混ざった海底の砂を輸入してしまいました。ワームは徐々に成長し、やがて展示している魚や生きたサンゴを食べ始めました。しかしオニイソメは夜行性であるため、魚が消える理由が解明されるのには長い時間がかかってしまったそうです。またあるインターネット掲示板では、サンゴの養殖家が次のような投稿をしています。前日まで元気だったサンゴが次の日には元気をなくしていることが幾度かあり、私は何かがサンゴを食べているのではないかと疑うようになりました。なんとサンゴの隙間から直径2センチほどのワームが出てきました。しかしオニイソメは世界最長のワームではありません。地球上最長の生物はブーツレースワームと呼ばれるヒモムシで、その長さは実に60センチメートルになることが分かっています。これはシロナガスクジラの2倍、巨大クラゲと呼ばれる北幽霊クラゲの3倍もあります。ブーツレースワームの属するヒモムシは英語でネメルティアと呼ばれますが、これは海のニンフを意味する言葉です。こちらもヒモムシの一種ですが、糞を出す様子をカメラが映像に収めました。これを見た多くの YouTube ユーザーは、まるでホラー映画のワンシーンのようだとコメントしています。ただこのワームは完全に無害です。現在のところヒモムシは世界中で1000種以上が知られていますが、それらのほとんど全てが海に住んでいます。そしてどれもその名の通り、とても細く直径は2ミリメートル程度です。このワームたちは興味深い能力を持ち、ピンと一直線に体を伸ばすことができます。ヒモムシは最も原始的な生物の一つであると同時に、危険で貪欲な捕食者でもあります。獲物を捕まえるための武器は、先端に毒を持つ粘着性の鍵のついた糞です。これを素早く伸ばして獲物を捕らえます。ヒモムシのほとんどは深い海の中で目立たないような黒っぽい色をしていますが、一部かなり明るい色の種もいます。さて今回はここまでです。ぜひご意見やご感想をコメントにお書きください。ではまたお会いしましょう。